こんにちは、カノです、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います、今日はですね、この手ぬぐいの、制作する時の納期についてですね、ちょっとお話したいと思います。ちょっと見ていただけますかね。ちょっと作り方の違いをですね、見ていただきたいと思います。これはですね、プリントの手ぬぐいですね。プリントになります。スクリーンの台を使って作るっていうのがこのプリントの方法なんですね。でもう一ついつもねお見せするのが、こちらなんですけども、これは、本染めと言います。もうほとんど職人のね、手で作っているっていうのがこの本染めなんですけども、まあ一般的に考えるとやっぱり本染めの方がね、納期はかかります。制作日数がかかっちゃうんですね。というのも、初めにお見せしたプリントの顔料プリントの手ぬぐいなんかになりますと、型作るのもパソコンから出力して作る。で、出来上がったものも、乾燥して終わるという形のがこのプリントなんですね。で、一方ですね、本染めっていうのは、型を作る段でもですね、職人が手をかけます。非常にやっぱり時間がかかるんですね。で、その後、この染めた後ですね、染めるのにも時間かかるんですよ。機械じゃないんでね、染めるのに時間かかる。で、染め上がってから今度ね、干したり洗って干すっていうかね、乾燥させるっていういろんな手間がかかるっていうのが、本染めなんで、やっぱりね時間的にかかるんですね。ところがですね、プリントの場合機械にセットして作るっていうことになるんで、結構人手がね、一人ではなかなかできないってことですね。二人でこう貼り付けたりしながら出来上がってきたのを今度乾燥機に入れたりする工程もあったりして、一人ではなかなかできないんですが、本染めはお伝えしたように、全部職人の手がかかるということで、一人で型を作って、極端なこと言いますとね、一人で型を作って染めて、乾燥までやることも可能なんですね。やると思えばとなりますと、どうしてもという時になると、この機械を使った工程を踏むよりか職人の手仕事で作る方が早かったりするんですね。特にリピートなんかそうですね。もう型のあるものに関しては、染料を溶いて、かけるというかね、注染してで干すだけ、洗って干すだけという形になるので、プリントよりかも早くできちゃうということもあります。ですから、これも時とか場合によりますのでですね、ぜひね、納期のないものに関してもね、諦めずに、一度ね相談してみてください。よろしくお願いします。